Don't you mess with us! I'm gonna take you.最悪だ、止まれない。野宿か。よ、どうしたんだ。え、ああ、いえ、パスポートはあるんですが、実はそのスマホが壊れてしまったようで、旅行の情報は全部スマホに入れてたので、今晩泊まる予定のホテルの場所が全くわからなくなってしまって、このままだとどこにも泊まれず野垂れ死にしてしまうのではと。そんな大げさな。はあ、どうしよう。俺もホテル探すの手伝ってやろうか。一人であてもなく探すよりはマシだろう。本当ですか。ありがとうございます。新しい土地で誰にも声をかけられず、本当に心細くて困ってたんです。で、その探してるホテルはなんて名前のホテルなんだ。確かホテルビーチサイドという感じの名前だったと思うのですが、ご存知だったりします。いや、まあ俺もそんなに土地勘あるわけじゃねえし、ちょっとこの辺の人に聞く。すみません、出会ったばかりなのに。すみません、ホテルビーチサイドって名前。ビーチサイド、さあ、ちょっとわからないです。まあこれからだ。ちょっと場所か。すみません、この辺にホテルビーチサイドってホテルあります？ホテルビーチサイド、あ、いや、なかなか知ってる人見つからねえな。もしかしてそんなはずは。普通にネットで予約しただけで。おい、何も泣くことねえじゃねえか。そのうち。そうですね、ありがとうございます。会ったばかりの僕に言わせ。よく泣くやつだな。お兄さん、お名前は。俺は春日だ。諦めないでもうちょい聞き込みしてみようぜ、沢井。日本人さん、ハワイにようこそ。これどうぞ。私からの歓迎の気持ちです。ありがとう。あなたにも。あ、レイ切らしちゃった。俺はいいよ、気持ちだけもらっておくぜ。じゃあ小さいですけど、この花をあげますね。そうだな。お姉さん、現地の方ですよね。そのホテルビーチサイドってご存知。ホテルビーチサイド。そうですか。ちなみにホテルシーサイドじゃないですよね。だったらこの道をちょっと進んで右に入ったところ。ホテルシーサイドかもしれないです、僕のホテル。春日さん、本当にすみません。名前の雰囲気で盛大に。か、道理で見つからねえわけない。ま、ホテルの場所。それとお姉さん、ありがとうございます。よかった。あ、そうそう、
レイの代わり、その実は私、学生でフラダンスのチームに入って、もしよかったら活動資金…え、します、しますとも。あなたがいなければ今日野宿だ。こんなにいいの？ありがとう。いいんですか？ええ、そんなに遠くないし。はい、それじゃあ春日さん、僕はこれで。ありがとう。どう？じゃあ。でもやれるぞ。さすがハワイの海、いつ見ても綺麗だな。せっかくハワイに来たんだし、人泳ぎしてみようかな。Aloha!
大丈夫ですか？そこのあなた、水難事故は1秒を争います。2人の方向、分かった。大丈夫なのか？息をしていない。今から心肺蘇生を頑張ってくれ、アンちゃん。先ほどはありがとうございました。さっきのアンちゃんは助かったのか？ええ、今病院から連絡が来ました。そうか、そりゃよかった。これも運ぶのを。なあ、申し遅れました。俺は春日だ、よろしくな。ライフセーバーはボランティアなんです。対してライフセービング。なるほど。まあ単純にアメリカではライフガードが多いのだと思っていただければいいですよ。おお、レイモンドちゃん、今日も。こんにちは。今日は少し波が高いので、あまりお気は出ないでください。わかってるわかってる。泳ぎが得意だと思ってる人ほど油断するだろう。いつも言われて耳。あら、レイモンド君、今日もいい天気ね。今度またうちの店に食べに来てね。こちらこそ、この間はごちそうさまでした。またそのうちお伺いしますね。暑いですから水分補給をお忘れなく。随分と親しまれてんだな。ああ、すみません、話の途中に。いや、かまにしてもすげえ人混みだ。これが毎日だろう。そうなんです。これだけのお客さんに対してはライフガードの数が足りてないのが実情なの。鍛え抜かれたフィジカルに正義感、命の大切さを知り、勇気を持って人命救助ができる。そんな人手不足はなかなか解消できず、慢性的な課題なんですよ。ビーチは広いですから、できるだけ多くのスタッフで困ってる人。そうなのか。あのよ、もし迷惑でなかった。え、春日さん。もちろんレイモンドみたいに何でもはできねえから、やれる範囲。俺もこの海を楽しませてもらってるし、その音楽。ありがとうございます。そんな風に言ってもらえるな。ぜひお願いします。本当に猫。そりゃよかった。で、手伝い。そうですね、いろいろ。日差しも強くなってきましたし、熱中症の人がいないかのパトロールですかね。春日さん、今お時間あります？そうだな、ね、ビーチで、ね、そうです。この時間は暑いですから、気づかないうちに汗をかいて出す。楽しく遊んでる途中で急にめまいがして倒れてしまうという。なるほど、自覚がない。ええ、そうなんですよ。なので、声か。春日さんには水分補給用のお水をお渡ししますので。熱中症シフト制なので、時間が来たらパトロールに熱中して我々が脱水症状になったりしたら笑えないですからね。それは確かに。では、よろしくお願いいたします。
春日さん、結構必要として。お疲れ様でした。そうだ、これもどうぞ。お、サンキュー。うんまいな。しかし少しビーチを回っただけだが、困ってる人は結構いるもんだな。ええ、トラブルの内容も人によってバラバラですから、よく見極めて対応する。でも苦だと思ったことはないんですよ。みんなの笑顔である。そうか。でも多くの命を救う。これからも時間ができたら手伝わせてもらうぜ。ありがとうございます。またいつでもお待ちして。おっと、今度は僕がパトロールし。やれやれ、忙しいな。海を楽しむ人の意味、また今度来た時に。
けてみな。俺の番か。ついてこれるか。行くぜ。波乗れ、丘サーファーの、丘サーファー、登録無料、お試し乗車キャンペーン中です。丘サーファー？あんな欠陥品？もう欠陥品じゃないんです。お願いします。ふぅ、誰もの…丘サーファー？お、お兄さん。丘、今、試乗キャンペーン中なんですよ。会員まず、え、丘サーファーを知らないんですか？ということは炎上事件。ああ、いいんです、知らないならそれで。私、丘さん。ああ、俺は春日一春日さんですね。では、こちら、私、丘がに。ほう、乗り。はい、これは昨今流行りの電動キックボードや電動自転車とは、まっキックボードや自転車は自分で蹴ったり漕いだりせにゃなりませんが、これは何もしなくていい。乗っかってるだけで一切足を。へえ、そいつはすげえ。実は以前ちょっとした失敗、さっき言った炎上事件ってやつですね。ちょっと炎上。はあ、俺あんまりそういうの詳しくないんだが、もしかして。ああ、いや、ネットも当然炎上しまくったんですが、実際にも炎上しまくっちゃった。というと？そのちょっとばかり不具合がありまして。マジの炎上じゃねえか。いやはや、お恥ずかしい。でもですね、あの後私は深く反省し、自ら試乗実験とバグ修正を繰り返しました。そのトライアンドエラー数、なんうまくいかないこともたくさんあり、何度も傷を負いましたが、その甲斐もあり、今の丘サーファーは不具合ゼロですが、一度ついた悪いイメージは拭えず、今の丘サーファーには絶対の自信があるのに。一度の。なるほどな、そういう事情だったのか。
まあそのそれでもしお時間があればここまで話を聞いてくれたのは春日さんが初めてです。絶対本当にもう爆発はいこのわかったよ。やった！へえ、歩くより速いな。なかなか快適じゃねえか。ふう、いいねいいね。お疲れ様でした。いかがでしたか、おかさん。正直、思っていたより全然良かったよ。歩くより楽だし早いし。ありがとうございます。その言葉が…おいおい、こいつら、おかさんファンになんか乗ってるぜ。だせえな。流行らねえんだよ。なんなんですか。確かに、以前のおかさんファンは欠陥品でした。そんなの信じられるかよ。こんなガラクタぶっ壊してやるよ。いや、やめてください。ああ、なんオカサーファーに乗ったもんだ。俺はこれ蹴ったから、おめえらに傷とかつけられたくねえんだ。それにもんてめえ調子に乗りやがって。調子もガンガン行くぜ。行くぜ。しまえ。ぶちかます。ガツンと行くぜ。俺の番だ。ほら。春日さん、お怪我はありませんか？なに？それより、おかさんは何度か蹴られちゃいましたが、でも念のため、これは私が持ち帰ります。もし今ので壊れていて、また炎上でも。それで、さっき…ああ、気に入ったし、今なら登録料無料なんだろ？ああ…で、登録するといつでもこれに乗れるようになるのか？はい、オカサーファーへの乗車が禁止されているところを除けば基本的にイットだ。オカサーファーは電気で動くので、ある程度走ると充電はハワイに数箇所設置されているオカチャージャーにて行っていただけます。充電には料金がかかってしまいますが、まとめてたくさん充電した方がお得になっています。オカチャージャーでは充電の他にも見た目や機能のカスタマイズもできるので、ご活了解。ありがとうございます。それではな。はい。やめ。おへえ。蹴りを加えると爆発すると。
I'm gonna crush you! さっさと始めようぜ。ぶちかま。はぁ、うおぉ、行くぜ。叩き潰す。Let's do this! どうした、公明のか。俺の番か。寝てろ。Aloha! Thank you very much. Pissing me off. いただきます。ごちそうさま。ありがとう。You saying a show dipshit? Saying a show dipshit?
いちいちうるせえな。ちょっとくらいいいだろ。ん？ルールはルール。ビーチでの飲酒は禁止だし、バカ騒ぎは他の人の迷惑になるから。わかった、うるせえな。ちょっと待てよ。あ？忘れ物だぜ。なんだてめえ、喧嘩売ってんのか。いいや、俺はただ落とし物を持ち主に返しただけだ。人として当たり。分かったらそれ持ってさっさと帰んな。あと、ここで楽しんでる人に迷惑かけるような真似すんじゃねえぞ。ちったく。すみません、助け船出してもらっちゃって。気にすんなって。結構いるのか。まあそうですね、これだけ毎日人が。彼らは最近よく来ては迷惑をかけるようなことばかりし、いつか他のマナーを守って楽しん。そうなのって勝手に心配だけしてても仕方ない。今日は朝から一だ。ライフガードの仕事今日。ありがとうございます、とても助かる。またパトロールしながら水配った。そうですね。すみません、うちの娘を見ませんでしたか。迷子ですか。はい、スマホに気を取られていた少しの。わかりました、僕たちで探します。娘はエミーといって、赤い水着に青いリボンのついた麦わら帽子をかぶっている6歳の女の子です。そんなに遠くには行っていないと思うのですが。赤い水着に青いリボンのついた麦わら帽子。お母さんは元いた場所にいてあげてください。わかりました。今日の仕事は。ですね、エミーちゃん。おう、じゃ。なあ。え？あ。おう。
なあ、任せとけ。そう。はい。へえ。はい。ほう。ありがとうよ。それでは。
ナッツオカー。後悔するなよ。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。調子出てきたぞ。終わらせる。ロッキー。ホルメ。ついてこれるか。まだ強くなれるだな。山の中にこんなものがあるとは。他にもあったりすんのかな。わかった。
really pissing me off. 後悔するなよ。行くぜ。寝てるわ。なかなかいいのが取れたな。よう。いい。ああ、バッチリだ。最高のショットが取れたよ。やっぱ写真を撮るならハワイが一番だ。確かに。ビーチとか綺麗なもんが多い街だもんな。なあ、もしよかったら撮ったやつ見せてくれねえか。ああ、いいぜ。もしかしてあんた観光客とかか？まあ、そんなところかな。いつもは横浜にいるんだけど、ちょっと用事できてんだい。カスが一番だ。よろしくね。俺はジョージ・クロキ。トロリーに乗っていつも写真を撮っているんだ。こちらこそよろしくな。さて、写真が見たいんだったな。どれどれ。どうだい、最高の写真ばかりだろう。どうだいじゃねえよ。なんだよこれ、全部怪しい連中の。そりゃそうさ、俺は怪しい連中不審者専門のカメラマンだ。不審者専門？ああ、ハワイってのはもともと開放的な場所だから、調子に乗って悪さ。最近変な被り物をした不審者がハワイの観光客に嫌がらせをするっていう悪趣味な、とその動画の真似をして被り物をしてバカなことをする愉快犯みたいな。つまり不審者専門カメラマンの俺にとって仕事場所って、そもそも不審者の写真撮るなんてして。それがそこそこ儲かるんだよ。この写真に誰が金出してくれてると思う？なんだよ不審者マニアって。これに金出してくれるのはな、警察だ。警察？ああ、さっき言っただろ、誘拐犯が増えてるって。警察も手を焼いてて何とかしたいらしくてさ、そこでいつも変な奴らの写真撮ってる俺を使って、あいつらを効率的に取り締まりたい、だから協力してくれってさ。協力って、ただ写真撮るだけでどうやって？簡単に言うと、俺が撮った写真を元に警察が不審者を見つけて捕まえてるんだよ。俺がここから不審者を撮るとすぐに警察に写真データが行くようになってる。それを元に不審者の場所を特定して現行犯で写真で決定的な瞬間を収めれば、それを犯行の証拠にすることもできるし、まつまり俺は不審者逮捕に貢献できる尊い仕事をしてるってわけよ。なるほどな。だから、ああ、トロリーはハワイ中を効率よく回るのに最適な乗り物だ。だから不審者、まさか不審者連中もトロリーから自分たちが見られて取られてるなんて思ってもいないだろうしな。結構楽しいんだぜ、一般人の中から変な被り物をした不審者を探して取る。確かにそう言われると楽しそうでは。なら寄ってみる。え、俺がカメラとかあんまり使ったことねえ。気にすることねえさ、何も芸術的な写真を撮れって言ってるわけ。被り物してる不審者探して見つけたら撮る、基本はそれだけで OK だ。ただ被写体はなるべくでかく、なるべく真ん中で撮る、そっちの方が報酬を多くもらえるからな。余裕があったら狙って。分かった。ああ、しっかり不審者撮れよ。
射するぜ。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いまいちだな。もっといけそうだ。いい感じだな。撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。もっと狙わねえと。感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。まあまあだな。もっといけそうだ。もっと狙わねえと。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いまいちだな。いい絵が撮れたな。撮れたな。いい感じだな。いい写真が撮れたぜ。お疲れ、カズガちゃん。なかなか数字がいいじゃねえか。初回にしちゃ…そうかい。だが、なかなか難しいもんだな。まあ、不審者なんてのは大抵急に出てくるもんだが、奴らにもある程度パターンがあるからよ。それを覚えちまえば、けっカズガちゃんなら何回かやれば優秀な不審者スナッパ…ああ、そうそう。これは今回の報酬だ。初…本来は取れた内容によってポイントが付与されて、そのポイントを現金とか物と変えられるシステムなんだけど、あとそうだ、これもカメラ？こんなの。ああ、俺は同じやつもう一台あるからよ。遠慮しないでもらってくれ。警察から撮影を頼まれている路線はここ以外にもいくつかあってよ。それぞれさ、まあとりあえずは一番撮影しやすいこのアルファビーチ周辺で腕を磨い、慣れてきたら他の路線にも挑戦してみる感じでいいんじゃねえかな。わかった。カメラもせっあり、わかんねえことがあったりなんかあったら。わかった。じゃあよろしくな、カズガ。おう。うひょー、あそこ不審者がいっぱい。ママ、あの人は不審者よ。目を合わせちゃダメ。どうするんだ。
よ。ありがとうございます。わかりました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 。ありがとうございます。ありがとうよ。いつでもやれるぜ。乗るか。いい調子だ。
Aloha! Thank you! Yeah.
はい。はい。準備ができてるぞ。取って取りまくるぜ。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。取れたな。もっと狙わねえと。いまいちだな。いい感じだな。いい感じだな。まあまあだな。
絵が撮れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。タイミングだ。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。もっといけそうだ。まあだな。いい感じだな。もっといけそうだ。いい絵が撮れたな。いい感じだな。まだな。もっと狙わねえと。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい写真が撮れたぜ。するぜ。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。取れたな。もっといけそうだ。いい感じだな。ベストタイミングだ。いい絵が取れたな。いい絵が取れたな。感じだな。まあまあだな。まあまあだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。もっといけそうだ。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい写真が撮れたぜ。
どうするんだ。取れてるか。またと。乗るか。Aloha! Thank you! ない気分だぜ。Thank you very much. Your problem. I'll sue you. 後悔するなよ。よし、やるぜ。行くぜ。手数がいるな。相手してやるぜ。俺の番か。俺の番だ。受けてみろ。おら。行くぜ。
るぜ。俺の番か。よし、相手にならねえな。What do you want? 俺はまだ戦える。Your problem. Your problem. いけるじゃん。This will be easy. You messed with the wrong guy. やってきやがれ。俺の番だ。ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。お手数がいるな。なあ、はい。
Aloha. Thank you. よそ見するなよ。わかりました。ありがとうございます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 。
と？Aloha. Thank you.
よ。はい。ん？お、ありがとうございます。おい。任せとけ。うん。Aloha. Thank you. Your face. That
出てついてこれるか。シャー手数がいるな。いつでもいいよ。寝てろ。ATM に金預けておいてもいいかもな。とりあえず飯でも食べて立て直すとするか。するぜ。行くぜ。手数がいるな。俺の番か。加減しねえぞ。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。
気合い入れるか。準備はできてるぜ。
待てよ。強くなれるだな。なったよ。強すぎる。おめえらが募金詐欺の元締めだろ。あの子はもう抜けさせてやれ。これ以上まだやるってんなら容赦しねえ。また詐欺やってるの見かけたら何度でもてめえろ。わかりました。もうしません。勘弁してください。無事か、キアナちゃん。はい、助けていただいて。礼ならこいつに言ってやりな。体張って必死にあんたを守ろうとしたんだ。ありがとうございました、沢井さん。キアナさん、あの、沢井さん、今まで騙していてごめんなさい。私、小さい頃に親が借金を残していなくなってしまって、困り果ててた頃にあの人たちと出会ったんです。人助けをしながらお金も稼げる仕事があるって聞いて飛びついてしまって。バカですよね、そんな仕事。引き返すこともできず嘘の寄付を募る毎日。どれだけお金を、最初は心が苦しかったはずなのに、だんだん何も感じなくなっていったし、それからたくさんの人を。でもそんな最低な私に優しくしてくれた人が一つ。その人はこんな私に毎日雨が降ったら傘までくれて、あなたです、キアナさん。私は優しくされる資格のない最低の人間です。本当に嬉しかった。でもそれよりも本当に苦しかった。苦しい。こんなに優しくて素敵な人を騙していること、騙されていることはきっと分かっているのに、それでも自分に笑ってくれる人を裏切り、あなたが優しくしてくれるたびに、本当はあなたの笑顔を見て素直には後ろめたくて辛くて、これ以上自分もあなたも傷つけても、その結果こんな危険。泣かないでください、キアナさん。それに僕はあなたに傷つけられてもいない。僕どうして、私はあなたを騙して詐欺目的だったのかもしれないけど、あなたは僕に優しく。僕も日本で仕事がうまくいかなくてずっとバカにされてコケにされて、こんな役立たずな僕はもう生きてる意味なんてないんじゃないか、毎日そう思っていました。そんな現実が嫌で僕はハワイに逃げて、そんな時春日さんやあなたが僕に優しく、こんな僕のために誰かが優しくしてくれる、
二人ともそれだけって思ってるでしょうけど、それだけのこと、触る詐欺はもちろんいけないことです。でも僕はそれでもありがとう、キアナさん。だから沢井さん、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。気にすんな。それ私はまずは自分の犯した後ろめたさのない胸を張れる状態で、そうか、罪を償い終えたらもう後ろ暗い生き方はやめ、僕と二人でね。はい。おいおい、もう熱々かよ、勘弁して。すみません、でも僕本気です。一緒に働いて借金を返して、ここで素朴でもいい穏やかな、ちょっと急な話ですけど、心からそう思っています。いや、いいんじゃねえか。人の恋路をとやかく言うような趣味はねえし、何より最初に会った時は死にそうな顔をしていたおめえが今は生き生きしてる、それが答えかもしれねえな。キアナだけじゃねえ、おめえも笑顔の、笑顔が一番成果って言うだろう。知らん、それは全然知らないですけど、に本当にありがとうございました。どう、おしゃ、お困った困ったの。どうしましたか、僕たちにできることがあれば。ありがとう。実はビーチサイド、もしかしてホテルシーサイドじゃないですか、私たちの思い出の。おお、そこじゃ。どうも。誰かに優しくしてほしかった、優しいやつらか。いつまでも